温かい拍手をいただきまして本当にありがとうございます。歌之助です。まあ名前なんか言わなくてもいいんですけども、言っとかないと少年隊のかっちゃんと間違えられる時があります。中途半端な拍手ありがとうございます。たまにお客様に言われるんです、いつまで喋ってるんだ、早く歌えっつってです。歌は下手、古典落語といい勝負です。帰らさせてもらいます。一回友人の結婚式でした。頼むから歌ってくれ、テレサ天の別れの予感を歌いまして張り倒されました。先立ってはお世話になってる方の新築祝いで、たまには歌いなさい、隙間風を歌いました。出入りは禁止になりました。今度は国会議員の先生方の前で歌います。嘘。国会議員関係者はいないでしょうね。いないと思います。見ればわかります。で、人一倍健康オタクです。喉には気を使いますよ。去年の夏場、我が家で一回もクーラー使いませんでした。人んちばっかりで使っておりました。夜中暑くて目が覚めた。ふと隣を見ましたら、我が家のスーザン・ボイルが、この体脂肪の塊が、大太りヒップバーンが、首がないのよねが、この間夜遅く帰りましたらたまたまでした。風呂上がりの女房の後ろ姿を見てしまいまして、未知との遭遇でした。なんとエレファントな後ろ姿よ。恐る恐る体重計に乗ってました。後ろから見とったら、ムーミンが黙祷を下げてるみたい。首をひねっちゃおかしい、おかしい、お前の体型の方がよっぽどおかしいんだ。しばらくしたら左足を宙に浮かしてました。足一本分減ると思ったんでしょうか。最後にはそうだ、髪の毛を拭いてなかった。髪の毛拭いたぐらいで体重が減りますか。この体脂肪 49% がドタッといびきをかいて寝てます。この間あんまりいびきがうるさいから布団に潜ったら屁をされました。死ぬかなと思った。頼むから雲流型で寝返りを打つ。うちにいるのが怖いんです。だからしょっちゅういろんなところへ行きます。だいたい県民性国民性わかりますね。寒いところはね、あんまり口をはっきり開けないみたいです。東北の方はそうでしょう。一回福島県で聞いたんです。もうちょっと口はっきり開けて喋ったらどうですかあったら、くちゃくちゃ喋っていっと雪がベン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 入ってきて、スタがすもやけになっちゃう。生活の知恵なんですね。横開きです。福島県って言いませんね。福島県県で一番偉いのがつづ、広げてみるのもつづ、ビールのつまみにつづ、釜の底につくのがせっせ、醤油つけて食うのもせっせ、さしすせそがさせっせっせっせ。で、福島弁は不思議ですね。降りてくるって言いませんね。ご主人さんいらっしゃいます、今逃げから落ちてくる。で、物事が済んだというのがこっちにはどうしても死んだに聞こえます。済んだが死んだ、降りてくるが落ちてくる、駅に行ったらびっくりします。お乗りになる方は落ちた方が死んでからにいてください。会話が短いのが津軽弁、吹雪いてますから長い話したらね凍え死ぬらしいんです。
言葉をピッピッと詰めた有名な津軽の会話、どさいさ。お、これで会話が終わっとる。たったの二文字、どさいさ。どこに行くんですかっての津軽の人は、どさ湯に行くんだ、いさ、どさいさ。津軽は自分のことを割っています。相手のことをな、割りな。うちの中の会話が短い。お母さんが子供にキー、子供キー。ケとクで親子の会話が終わるんです。電話代は安いでしょう。ご飯を食べないってのキー、子供キー。長野県のある地区は行くことを行かずって言います。知らなかったんです。おばちゃんすいません、善光寺に行きたいんですがって。なあ、善光寺行かずか。これから行くんです。行かずか。行くの、行かずか。これまっしぐ行かず、右へ曲がらず、橋渡らず、突き当たらず、どこ行ってかわからん。頭こんなになってきます。男らしい言葉はね、高知県でしょう。わしが切っちゃる気。その点静岡は切っちゃるずら。一回ね、勉強のために国会議事堂に行った時に中学生が団体で入ってきたんです。言葉の最後はズラでした。静岡でしょう。興奮しまくって、先生、国会議事堂ズラ、真っ赤な絨毯ズラ、もう大理石ズラズラズラ、ズラが渦を巻いてやってきた。次に入ってきたのが熊本県の中学生。ズラ言葉を聞いた熊本が、あいつら田舎もんばい、あら田舎もんばい、ずらばい、ずらばい、ったら静岡が倍ずら。お互いの言葉でやり合ってました。あれはどう聞いてましても50歩100歩です。初めて沖縄に行った時に台風が来た。呼びもしないのに、アベック台風出ましたよ、明日の飛行機は飛びますかったら、飛ぶときゃ飛ぶし、飛ばんときゃ飛ばんだろ。台風には勝てんさ。21号と22号がイチャついてきたね。途中で合体して43号にならせんか。考えがぼーっとしてます。具志堅用高さん見てりゃわかるでしょうが、私は尊敬してるんですよ、具志堅さんのことをね。あの、ある番組で具志堅さんのね、あの、心の支えになってる言葉、座右の銘はったら、チェッチニー 1.5、1.5、左右の目だって言うんです。明るい方じゃありませんか、皆さん。私は沖縄が大好きなんですよ。人間がおおらかですから。で、地元の沖縄の方は10時ぐらいから飲みに出ますよ。大体スナックが開くのがね、10時ぐらいからです。遅い店は12時から朝の7時までやってるんです。なんでそんな遅くまで飲むんですかったら、電車がありませんから。終電の感覚はありません。いつ店を閉めるんですか。お客さんの体力がなくなった時に閉めます。地元沖縄2時3時へっちゃら。今日の朝お仕事でしょう、大丈夫ですかったら、休むさ。もう休むさ。社長に怒られませんか。社長も休んでるさ。朝電話入れるさ。捉え方がおおらか。ストレスはたまらんの。ただ沖縄には苦手なハブがいます。今ハブがいるのは南の島と、あと将棋の世界に若干ハブがいます。まだ分かってない方いらっしゃいますが、あの将棋のハブはカマライらしいですね。指すのが専門。まだ分かってない方いらっしゃいます。沖縄で下ばっかり見てましたら、昼間は出ません、ハブ。直射日光嫌うさ。昼は悪いとソテツの木の上に乗っかってるさ。下から来るの怖くないっさ。怖くないっつっても毒持ってますよ。噛まれたら痛いでしょ。そんなに痛くないっさ。焼き火鉢を当てたぐらいめちゃくちゃ痛いじゃないですか。足噛まれたら紐を渡すから、ももをギュッて縛りなさい。血の流れがここで止まるから命は大丈夫さ。木の上から来るのは怖いんだそうです。顎から上をガブって噛まれたら、どこを紐で締めなきゃいけない、うん、で、沖縄のハブ、足しか噛まないそうです。スネークってました。
これが分かってる方は中学校出てらっしゃいます。笑えなかった方頑張ってくださいよ。ほんでアメリカ兵の影響でしょうか、英語が分かるらしい。毒持ってるなったら Yes I have。 これが分かった方は高校も出てらっしゃいます。お前の毒は強いかった It's a heavy。 大学まで出てらっしゃいます。私だけですよ、外国人とマンツーマンで英会話を習ってる芸人は。What's your job? ジョブって仕事って意味です。綴りは知らん。落語というのは英語に直すと難しい。 My job is Japanese comic story teller。 グーグーグー。こっちも負けちゃいけねえ。パーパーパー。今はフランス語も習ってます。近所の子供たち集めてフランス語で算数を教えて、ジュとジュで20。分かってない方が若干いらっしゃいます。もう一回だけやりましょうか、結構勇気がいるの。ジュとジュで20、あと10で30、真っ赤な長10番、温かい肌10番、住まいはアダブ10番、お風呂は肩までチャポン。調べてみたら銭形平次の奥さんはフランス人だったそうです。10点持った親分が言うたらしい。まだ持たん。今は韓国語も習ってます。大変よく切れるハサミです。よーちょん切れるハサミだ。朝食は何にしますか。ファンニーハムハサミだ。あなたは虫歯です。氷ば噛んだら歯にしみるだ。で一回ね、有名な言語学者の先生に会いましたから聞いたんです。先生、日本語は世界一難しいってあれは本当ですか。間違いないですよ。なんで難しいんですか。魚の数え方どう数えますか。魚が1匹、2匹、3匹でしょう。これみんな数え方違いますよ。1匹、2匹、3匹。日本人は当たり前だと思ってますが、西洋人はこれがわからんのです。魚なんだから同じにすればええと。1匹、2匹、3匹と。言われてみたら日本語はね、奥が深い。でかい船は一隻二隻と数える。普通サイズになるとね、一艘二艘。船でも例外があるんですよ。協定所のボートとかカヌー、ヨットは一艇二艇だから協定所でしょ。感心してる場合じゃないですよ。奥が深いんですよ。その世界一難しい日本語の中で特に難しい言葉を教えてください。これは間違いないでしょう。お手洗い。あんなものは難しいんですか。あんなものと軽く言ってますがね、お手洗い以外の言い方を全部調べていったら187通りもあったんですと。まあ、言われてみたらあそこほどいろんな言い方をするところはない。最近の都内の女子高校生、ダブルCなんか言わない。先生、ワシントンクラブ。ダブルCがワシントンクラブです。会員制かなと思います。東京の OL、 課長すいません、レコーディング行ってきます。便所がレコーディング。レコーディングは音を入れるから、音入れ。芸能界はちょっと横浜、便所が横浜です。調べたら電話番号から来とった。横浜は045です。おしっこって意味です。感心してる場合じゃないんです。まあ、皆さんも便所以外の言い方を3つ挙げなさいって言ったら3つは誰だって上がると思います。まずトイレ、化粧室、洗面所、川屋、接近、長ズバ、板またぎ、ふん落とし。品のよろしい年配の女性は干渉度末。綺麗ないい言葉ですね。干渉、字で書くと分かりやすい。干という字は門という字の中に木が入って、暇なとこ、静かなるところで干渉。まあ言われてみたら確かにあそこは暇で静かです。あまりあそこで忘年会やってる方見たことない。
ある小さな島はつい40年ぐらい前まで便所と言わない島があったんです。なんて言ってたか、環状バー、環状バーと言ってました。なぜこの島だけ便所を環状バーというのだろう。調べてみたら、先ほどの環所という言葉がどうもなまって伝わったらしいです。どういう環状バーか、小さな島です。共同の環状バーを海岸スナッペリに作りました。スナッペリには杭が打ち込んである。杭には縄が巻きつけてあって、縄をずっと見ていくと大きな委託切れにつながってる。島の方々がその委託切れに乗っかって用を足していなくなる。しばらくすると満ち潮、波がザブンと打ち寄せ、引いていくときには見事なぐらい委託切れに乗っかったものをスーッ。委託切れは縄でつながってますから、一定の距離まで引かれるとピタッと止まる。考えたもんです。で、運ばれていったものを魚が食べるんです。それを島の方が釣ってきてまた乗っけたりする。命はずっとつながっていってます。ここの島では便所のことを環状場、環状場と言ってました。用を足すことを環状を仏と言ってたんです。乗っかる大きな板切れを環状板と言ってました。ここの島の方々が初めての東京見物、旅館に泊まって1日2日用の方もなんとか我慢ができたんですが、3日目になったら顔色が変わってきた。何しろ便所という言葉を知りませんから。タゴサク、海どうした、いかく顔色すぐれねえぞ、どうした、ダメだ、とっちゃま、俺は東京さ来て3日も感情ぶってねえだよ。心持ちが悪くてなんねえ。ここの旅館さ、感情バーどこだろうと思って探してみたが、どこにもスナッペリがねえ。屋根へ上がって探したが、東京は不便だ、どこにもスナッペリがねえ。俺も感情ぶちたくてなんねえだよ。俺も一緒だ、困った時にはティーブチャー番頭が飛んでくるツタで立ててみっか。番頭、番頭、三番さんお呼びだよ。へい、お呼びでございますか。しまねえな番頭、俺たち二人は今日一つ感情をぶたさせてもらいて。何でございますか。感情をぶたさせてもらいて。感情でございますか。ということは今日国の方にお帰りになるんですか。バカなこと言っちゃいけねえだよ。感情をぶつたんびいちいち国さあけてだねだよ。せっかく東京さ来ただ、一週間ぐらいはゆっくりとさせてもらいて。では今日はお帰りにならないんですか。帰らねえってだ、感情をぶたさせてもらいて。お帰りにならないんでしたら、感情はお帰りの際に一週間分まとめていただくことになった。なんだって聞いたか、タゴサク、東京は感情さ一週間分まとめて仏だと。おめえそれまで体大丈夫か、命持つか、持たなかんべ。いや俺もダメだ。いや番頭、俺たち二人はな、田舎にいた時には日に一度や二度は必ず感情ぶってただよ。さようでございますか。やはり田舎の方ですからお堅いんですな。いやこれ家庭か薬系かやってみなきゃわかんねえだよ。感情ぶたさせてもらえて。わかりました、では頂戴いたしますんで。頂戴いたしますんでっての環状場どこだ。環状場、ああ帳場でございますか。帳場は下の玄関のところです。玄関、あったら人混みん中でやるだかや。決まりが悪くてなんねえだやな。おめえたちはどこでやってんだよ。手前どもは慣れております、みんな玄関のところでやっております。いい度胸してるだな東京の人さ。俺たちにはちょっと無理だ、別なところでやらさせてもらいて。
ではこちらの部屋でも結構ですが、この部屋で感情ぶって構わねえかや。結構でございます。床の間のあたりが大変に日が当たってますんで、床の間でいかく上品なところでぶたさせてくれるだな。じゃあ我慢できねえからぶつべか。すまねえが番頭、感情板持ってきてくんねえか。感情板。かしこまりました。そこは至極の方を扱っている番頭さん、土地によっては言い方が違ってくるんだろう。感情をする板、そろばんだな。昔の箱そろばん、玉の方を上にして持ってくればどうってことなかったんですが、何を勘違いしたのか逆さまにいたしました。お待たせをいたしました。ご注文の感情板を持ってまいりました。おお、しまにいな、番頭。なんだ番頭、ほらご注文の感情板でございます。感情板、比較小さい感情板だな。これ番頭、感情がはみ出るようなことねえか。冗談言っちゃいけません。これからはみ出るような感情は一度も見たことございません。どんな大きな感情でもぴったりと収まるようにできております。俺一人じゃねえぞ、タコ作と二人でだ。五人や十人分の感情大丈夫でございます。この間は大きな団体さんございまして、46人分の感情もぴったりと収まりました。なんだってこったら小さい感情板に46人分の感情が収まったかや。なんか仕掛けがしてやっかな。どういう具合にして使うだよ。簡単でございます。玉を弾いてください。おめえ今なんちかなんちかだ。いやですから玉を弾いて、玉弾くだ。ソロットでよかんべえな。軽めに弾きますと得てして感情に間違いございます。できましたら強めに、強めに弾く。目回すようなことねえか。で、感情ぶち割ったらどうするだ。手をポンポンとお叩きになってください。手前が受け取りに上がります。取りに来るかよ。で、どうやって持っていくだ。手に乗せまして。感情手に乗っけっかや。目大丈夫か。心配でしたら懐に入れて冗談言っちゃいけねえ。感情板というバカバカしい一席でございます。私もおかげさまで子供がね、二人おるんですよ。上の娘が長女。何か間違ったことを言いましたか。長男はありがたいことに男をやってます。書くばかり偽り大きい世の中に、この可愛さは誠なりけりと言ってあります。親方いるかい。親方いるかい。えい、そんところ空いてますんで、どうぞお分けになって。番頭さんじゃありませんか。ほらどうも、あいすいませんで。いやいや、春早々すまない親方。ちょいと急なんだけども、どうしても付き合ってもらいたいところができちまった。今日は何かあるんだろ。いえいえ、何もありませんよ。え、どちらの方でございますか。いや、かねてからお願いしてやった例の隠居の茶室をこしらえるって件だよ。はあ、もう年寄り残った、言い出すってと聞きゃしないよ。ああなると子供と同じでね。いや、今日深川の木場でもって木口のいいのがあるってんだが、私が一人で行ったっていいものを見つけることはできやしない。親方、一つ頼むよ。終わりました。喜んでお供させておらすんで、ちょっとすいません、そんところで待っておらすか。え、すぐに行きますんで。おばあさん、お隣のおばあさん、出かけてきますよ。日の暮れ方暮れには蹴ってきますんで。それから仲間が無人の銭に取り来ます。棚のところに袋はぶらってますんでね、銭減ってますから、私やってかいな。じゃあ留守お願いしますんで。どうもすいません。おお、大変だな親方も。やっぱり一人もんってのは何かい。そうやって出かけるときにはお隣のおばあさんに声をかけていかなくちゃいけないかい。まあこういうことはしょっちゅうなんで、別にどってことはありませんけどもね。今番頭さんにちょいとうちの中見られちまって、随分と散らかってましたでしょ。昔の人はうまいこと言ってあらすね。女やもめに花が咲き、男やもめに宇治が湧くだなんて、だらしのねえもんでござんすよ。そら親方、自分でまいた種だからしょうがないよ。
親方も二度目のかみさんには随分と手こずってたようだからまあでがああいうところの女でこなしたんでね、よほどのことあるだろうと思って覚悟は決めてたんです。朝起きるってと寝てやるんですよ。おうおう、いつまで寝てんだ、いつまで、仕事行くんだったら行ってくりゃいいじゃねえかってやんです。行ってくりゃいいじゃねえかったってお前、腹減ったら仕事になんねえだろうよ、飯はどうすんだ、言ったら竹やしないよって。昼寝て夜寝てずっと寝てやるんですよ。はあ、こんな女どっか行ってくれたらなと思ってしたらね、案の定向こうの方でもって新しい男を見っけていなくなっちまう。うち行けるってと何にもねえんですよ。あの頃は嫌なことがありやしたらね、まっすぐ持ってきて冷やをなみなみと入れて飲もうかなと思ったらピタッと手が止まったんです。よそう、きっとこの酒がよくねえんだと思いまして、よく寄せたな。あんなに好きだった酒なんですけどもね、今酒見たって飲みてえなと思ったことはこればかしもありませんよ。よしてどれぐらいになるんだい。3年になります。そうかい、なかなかできるこっちゃないよ。親方、たまには何だろう、思い出すんだろう。何をですか。いや、何をですかってことはないよ。千の神さん残ったおみっちゃん、その話はよしにいたしましょうや。それは思い出さねえっつったら嘘になりやすけどもね、あっしが今更思い出してみたって後の祭りでござんすんで。いや、私がこういうことを言うのもなんだがな、親方、あんないい神さんいやしないよ。あの頃のお前さん方の暮らし向きってな、決して楽じゃなかったはずだ。その苦しい最中、切り盛りをちゃんとやってくれて、器量だって親方にはもったいないぐらいなもんだったぞ。あんないい神さんいやしない。あっしもそう思ってます。近頃は年のせいなんですかね、ガキのことを思い出しちゃってしゃねんですよ。かわいい男の子がいたっけ、確か名前が亀ちゃんつった。いくつぐらいになるんだい。別れた時が6つでございしたんで、あれから3年経ってます。やんちゃな盛りじゃねえかなと思いしてね。恥ずかしい話なんですけどもね、この間も浅草の観音様へお参り行ったけり、まんじゅうの前取りましたら、まんじゅうがこううめえ前に気ぶ出して吹けてやったんですよ。亀の野郎、このまんじゅう好きだったな。買ってやったらどんなに喜ぶ顔するんだろうなと思ってしたら、目頭熱くなってきやしてね、まんじゅうの明けしがしの顔じっと見てましたよ。この人はさっきからまんじゅう見て涙をこぼしてるよ。きっとまんじゅうだけに案ずることがあるんだろう。なこと言ってやしたけどね。そうかい。いや、親方、もう一踏ん張りだよ。ここまで一生懸命やってきたじゃないか。きっといいことが待ってるよ。な。親方、ちょいと。あの路地のとこ見てごらん。女の子が羽子板でもって二人で遊んでんだろ。その脇でもって地べたへ字書いて遊んでる男の子がいるよ。間違ったらごめんよ。あの子は亀ちゃんじゃないかい。んなことありませんよ。
亀がコラでもって遊んでるわけがねえんですから。えっ、野郎です、野郎ですよ、間違いらしいよ、亀の野郎です、野郎ですよ。ええ、坂東さん見てくださいよ、動いています。いや、そら動くよ。はは、こういうことってあるんだな。親方、何をしてんだい。さあ、会ってやんな。私のことを心配することはいらないよ。いつものとこで待ってる。ゆっくりと会ってやんな。ありがとうございます。お付き合い休んで。大きくならったな。おう、亀、亀、どこ見てやんだ、おい、こっちこっち、こっち、亀、誰だい、さっきから人のことを亀亀って呼び捨てにしやがって。おとったんだな、わかるか。うん、わかるよ。大きくなったな。お父っつぁんも大きくなった。お父っつぁん大きくなるわけねえじゃねえか。おっかさん、元気でやってっか。うん、元気だよ。そうか、それは何よりだ。お父っつぁんよ、おめえのことかいがってくれっか。お父っつぁんおめえじゃねえか。俺はめっせえのお父っつぁんで、今のお父っつぁんよ、そんなバカな話聞いたことないや。子が先できて親が後からできんのは八つ頭ぐらいなもんだ。妹一緒にするやつがあるか。おい、だからおめえが寝てからよ、遊びに来るよそのおじさんがいいんだろ。うん、なもん嫌しないよ。嫌しねえよって、お前寝てっから分かんねえんだよ。んなことないよ、うち三畳しかないんだよ。でもってタンスやなんやかんや置いてやっから、あたい寝るときいつもお母さんと重なるようにして寝てんだよ。これだから寝返り打ったらコロコロって台所に転がっちゃったんだから。んなもん嫌しないよ。嫌しねえよって、じゃあおめえどうやって学校にあげてもらってんだよ。おっ母さんが近所の人の着物を縫ったり洗い張りの仕事して、あたいをちゃんと学校にあげてくれてんだよ。そうか、針が持てたっけ。おっ母さんがそうやって苦労して学校にあげてくれてんだ。一生懸命勉強しなきゃダメだぞ。うん、おっ母さんもそう言ってた。お前一生懸命勉強しないと今にきっとお父っつぁんみたいになっちゃうぞって。んなことを言ってやったのか。お前のお父っつぁんってのは大工としての腕は確かに良かったんだけど、惜しいかな、秋目倉だったって。秋目倉か。お母さんの言う通りだ。お父っつぁんよ、ロクスポ学校行ってねえから読み書きそろばんがからっきしダメで、これからはな、腕だけじゃダメだぞ。読み書きそろばんちゃんとできなきゃダメで。お母さんの言うとるよ、お父っつぁんはね、秋めくれで。お父っつぁん秋めくれだったの。よくあたいがここにいんの分かったね。そうじゃねえやな。おい、お母さんよ、お父っつぁんのことをなんか言ってねえか。え、あ、この間ね、学校の遠足で動物園に行ったんだよ。で、うちに帰ったらお母さんがね、今日は動物園に行ったんだろ、なんとなんと何見てきたっつから、ゾウやトラにクマっつったら、ゾウやトラは呼び捨てにしてもいいけども、クマだけは呼び捨てにすんじゃないよ。クマはお前の
お父っつぁんの名前じゃないかって。うん、だからまだ脈がある。この野郎、なめきなこと言いやがって。八百屋、何笑って聞いてやんだよ。あっち行ってろ。他には何か言ってねえか。こないだね、雨の降った日があったろ。あたい表遊び行けないからさ、お母さんの仕事を手伝ったんだよ。したらお母さんがね、いろんな話をしてくれた。何の話で。お父さんとの慣れ初めの話。二人でもってくだらねえこと言い合ってんな。なんつってた。お母さんがお屋敷に奉公に上がってたんだってね。そこへお父さんお仕事で入るようになって、休みの時になるといつもお母さんに前掛けや半襟買ってきてくれたんだってね。お父さん、それは何だろう。餌だろう。なめいきなこと言いやがって。八百屋、あっち行ってろってんだよ。他には何か言ってねえか。近所のおばさんが遊び来てお母さんに話をしてたよ。お前さんもいつまでも一人でいられるわけじゃないんだから、花の咲けるうちにもう一度花を咲かしてみたらどうだっつったらね、お母さん頭を深々と下げて、お言葉は本当にありがとうございますが、亭主は千の飲んだくれでこりごりですって。飲んだくれでこりごりか。お父ちゃんな、酒酔いしちまったんで。本当なの？本当なの？お父ちゃん本当？本当だ。お酒の匂いしなくなっちゃった。うちにいた時なんか朝から晩までお酒の匂いプン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 さしたもんね。お父ちゃん酒酔いしちまったんだ。で、こんなことはお母さんには言わなくたっていいんだぞ。吉原の女も産んだしまってな。お父さん今一生懸命仕事やってんで。一生懸命仕事やってんだ。おう、おめえもちょっとこっち来てみな。なんだおい、俺めそこんところ炭かなんか跳ねたのかなと思ったらそうじゃねえじゃねえかよ。傷じゃねえか、眉間だぞおい。んなところおめえ傷なんかつけるやつがあるかい。どうして。ここんとこのこの傷だろ。これこの間斉藤さんのお坊ちゃんとコマ回して遊んでたんだよ。あたいのコマ聞いたんだよ。あたいのコマ聞きましたったら、んなことはない、俺のコマが聞いたっつうから、そんなことありません、あたいのコマちゃんと聞きましたったら、生意気言うなって。コマのとんがったとこでいきなりここんとこ疲れちゃって血が流れてきたから、あたい泣きながら家に帰ったらお母さんが、どこのドイツにやられたんだか言ってごらん、男親がいないと思ってバカにしやがる、お母さんがねじ込んでやっから言ってごらんって言ったから、斉藤さんのお坊ちゃんにやられました。じゃあ痛いだろうけど我慢をしって。あそこのお家じゃお坊ちゃんのいらなくなった着物をいただいたり、洗い張りの仕事をさせてもらって、親子二人がやっと生活できるようにしてもらってんだって。子供同士の喧嘩でもって親子二人が路頭に迷うようなことになっちゃいけないから、お前悔しいだろうけど我慢をしって、おっかさんあたいの頭なでながら涙ポロ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 こぼして、こんな時にあんな飲んだくれでもいてくれたら、せめてものかかしになったのにって、おっかさんが勘弁しろ、おめえにまでそうやってつるい思いさしちまってよ。泣くんじゃねえ、男が泣いてどうすんで。お父っつぁんだって泣いてな、
ねえ、ちいね、目から汗が流れてんで、そうだ、お父っつぁんよ、まさかおめえにこんなとこでやるなんて思っちゃいねえ、いくら思っちゃいねえ、おめえこれでなんか好きなのかいな、ありがとうお父っつぁん、お父っつぁんこれ札じゃないか、札だい、あたいお釣りなんか持っちゃいないよ、おめえから釣りもらおうと思っちゃいねえやな、それ全部おめえにやんで、え、だってうちにいた時なんか一銭くれったら目三角にして怒ったろ、それが今じゃこうやってお札をくれるようになって、やっぱり年は取らしたい、生意気なことばっかり言ってやって、あたいこれでもって鉛筆買ったっていい、おお、いいってこって、あたいの使ってる鉛筆こんな短くなっちゃったんだよ、でお母さんに買ってくれてたら鉛筆は芯のあるうちは使えるんだよ、我慢惜しいって買ってくんないんだよ、あたいこれでもって長い鉛筆買ったっていい、ああいいってこって、ありがとうお父っつぁん、でも鉛筆買ったらそのおわしはどうしたんだっておっかさん聞くよね、その時は知らねえよそのおじさんにいただきましたと、そう言ってきな、名前言わないと後でお礼が言えないからって、名前は男と男の約束で言えませんと、な、そう言ってきな、うん、ありがとうお父っさん、それからよ、お母さんにはな、お父さんとここで会ったことを言うんじゃねえぞ、いいか、そうだ、おめえうなぎ好きだったな、おい、うなぎ食ってっか、んなもん食べられやしないよ、もううなぎの顔も忘れちゃった、情けねえことを言うんじゃねえやない、明日の今自分今度ここれか、おそうか、じゃあよ、あそこのうなぎ屋のとこで待ってろ、お父っつぁんな、おめえにうなぎいっぱい食わしてやら、え、うなぎ食べさせてくれんの、本当なのお父っつぁん本当、だから明日うなぎ屋のとこで待ってろ、じゃあお父っつぁんよ、行くからよ、お父っつぁんもう行っちゃうの、うちすぐそこだよ、ちょっとだけ寄って行き合いじゃないか、今だったらおっかさんいるんだからさ、ね、お父ちゃん、ダメなんで、お父ちゃんほら人を待たしてっからよ、だから明日うなぎ屋のとこで待ってろな、そのところずっと言って、おう、その突き当たり右行って一番奥か、わかった、わかった、気をつけていけ、大きくなれやったな、ただいま、ただいまじゃないよこの子は、まったく、まあ遊び行ったら行ったっぱなしになっちまって帰ってきやしないじゃないか、さっきから糸こんがらっちまって大変なんだから、さあさあさあ手貸してくれっての、手を、まったく、まあその左の袖のとこ見てごらん、テカ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 光らして鼻拭いちゃったんだよね、そこで汚いね、ほらまた鼻が垂れてきた、鼻がどうしてそうやって一本しか垂らさないんだろうね、一本しか垂らさないからバカに見えてきちゃうんだよ、垂らすんだったら二本いっぺんにおったらしい、んなこと言ったってあたいの鼻はそんな器用な鼻じゃない、この鼻は底抜けになってる、また余計なこと言って糸を落っことす、ちゃんと持ってなきゃダメじゃないか、亀お使い頼まれてんだね、先に済ましてきな、んなもん頼まれちゃいないよ、頼まれてないのかい、本当なんだね、頼まれてないんだったらこのおしゃなんだ、あ、それあたいんだよ、貸してくれよ、鉛筆買うんだよ、貸してくれよ、殺じゃないか、
どうしたんだい？もらったんだい？誰にもらったんだい？知らないよ、そのおじさんにもらったんだい？知らないよ、そのおじさんが。こんな大きなわしくれるわけないだろう。おっかさん、その人に会ったら、お礼言わなきゃいけないだろう。誰にもらったんだい？名前言っちゃダメなんだよ。男と男の約束したんだよ。ああ、そうかい。男と男の約束を。そらおっかさんが悪かったよ。亀、表シンバリ買ってきな。シンバリ買ったらおっかさんの前に行くんだよ。何してんだいこの子は。おっかさんの前に言うこと聞かなくなっちまって、こっち嫌がってんだ。なんてことしてくれたんだい。おっかさん、お前にそういうさもしい了見になってもらいたくないから、朝から晩まで一生懸命仕事してんだろう。三度のものを一度にしたって、お前に不自由な思いさせたことがあんのかい。どっから盗んだんだい、言わないかい。そんなんじゃない。また本当もらったんだ、もらったんだ。またそうやって嘘をつく。おっかさんとお前と二人っきりじゃないか。やっちまったもん、しょうがないだろう。おっかさん一緒に謝りに行くから、どっから盗んだか言わないかい。盗んでんじゃない。あんた本当もらったんだ、もらったんだ。言わないんだね。言能があるよ。この言能はお父っつぁんと別れるときにお前が持ってきたもんなんだ。言わないとこの言能でお前の頭を叩き割るよ。これはお母さんが叩くんじゃないんだ、お父っつぁんが叩くのも同じだよ。どっから盗んだか言わないかい。盗んだんじゃない、あんた本当もらったの、もらったの。じゃあ誰にもらったの。お父さんにもらったの、お父さんに。お前、お父さんに会ったのかい。お父さんたらいきなり目の前飛び出してきやがった。あの人がお前にお金を。お父さんなんだろう、ベロベロに酔っ払ってたんだろう。酒なんだよしちまったんだって。綺麗な反転重ねてきてたよ。でこんなことはお母さんには言わなくていいっつったんだよ。吉原の女も女しちまって言わなくていいっつったんだよ、お父さんは。どうする、何がどうするだよ。酒さえ飲まなきゃいい人なんだよ。お父っつぁん、おっかさんのことなんか言ってなかったかい。両方で同じようなことを聞いてら、明日あそこのうなぎ屋さんでうなぎ食べさせてくれるっつうんだい。あたい行ったっていいだろう。ああいいってこったよ。さあお前早くおね。おねったってまだお昼じゃないか。いいからおね。おっかさんも寝るから。よほど嬉しかったんでしょう。次の日になりますと、こだっぱりとしたなりをさせまして、亀ちゃんを先に出す。自分もポンポンとお化粧しますと、どこかお使いの帰りみたいな格好をして、うなぎ屋の前を行ったり来たり行ったり来たり。あのすいません。ええ、なんすか。あのうちの悪さがお邪魔しておりませんでしょうか。ああ、坊ちゃんですか。ええ、二階でどっかの通りと一緒でますよ。坊ちゃん、おっかさんが見えたよ。お父さん、おっかさん来ちゃった。バカ、
お前、言うんじゃねえってだろ。だって来ちゃったもん、しょうがないじゃないか。おっかさん、こっちだから早く上がっといで。まあ、お前どうしてこんなところにいるの。おっかさん知ってるくせにさ。お父さんほら、決まり悪がってんだから呼んでやんない、ほら。おっかさんも早く上がっといで。お父さん早く呼んでやんの。おっかさん、お父さん。もうしょうがないな。両方で仲人に世話やかしちゃ。昨日は、うちの子がお金をいただきまして。今日はまた、うなぎまでご馳走してくださるとのこと。どちらの方だろうと、一目会いまして、お礼をと思いました。お前さんでしたか。お元気そうで、何よりです。頭上げてくんねえかな。いやほら、昨日そんところでもってよ、ばったりカメラに集まって、おめえうなぎ食ってるかったら、うなぎなんざ顔も忘れたってもんだから、じゃあうなぎでもこうじゃねえかって誰にも言うんじゃねえぞってのに、子供ってのはどうも正直できねえ。一目やあんた、まったく。いやほら、昨日そのとこでもってよ、ばったりカメラに集まって、お前うなぎ食ってる方、うなぎなんだかもしれない、じゃあうなぎでもこうじゃねえかって誰にも言うんじゃねえぞってのに、子供ってのはどうも正直できねえ。一目やあんた、まったくしゃあねえなったりよ。いやね、ほら、昨日そのとこでもってばったりカメラに集まって、お前お父さんたら同じことばっかり言ってら。お父ちゃん、おっかさんに謝っとくれよ。学校の先生が言ってたよ。家族みんなが一緒に暮らせることが一番いいんだって。あたい、学校の友達にお父さんのこと自慢したいからさ。また一緒に暮らしておくれよ。いいんだろ？お父さん！すまねえ。お父さんに育児がねえばっかりに。俺が今さらこんなこと言えた義理じゃねえんだろうが。ここまで加盟させてくれてありがとうよ。もしおめえが許してくれるんだったら、昔みてえに親子三人川の字になって寝かしてくんねえかな。このトリだ。夢かなんか見てるみたいで、お前さんがそんなこと言ってくれんな。お前がいたからね、お父っつぁんとまた一緒に暮らすことができるんだよ。子は夫婦のかすがいですね。あたいかすがいなの。あ、だからおっかさんが元老でブツって言ったんだ。こんばんは、金華でございますけども、よくいろんなところと話をするんですけども、話し方になって夢というのを持ってるんですね。どういう夢があるかというと、やはりこの鳥を取りたい。
いろんなところに寄席がありますけど、上野、鈴本、末広、新宿の方ですね、浅草演芸ホール、そして悲しみの池袋演芸場、もう一つやと言いますと、この落語院六本木で鳥を取りたい、この5つの鳥を1年間の間に成し遂げてしまう、これを我々の方ではグランドスラムへの道と言ってるわけでございますけども、いい目でございまして、偉くなると何代目を継ぐことができるって言うんですけどもね、うちの師匠演歌というのは3代目演歌を名乗っております、落語協会の会長でございます柳家小三賞5代目でございますけども、でもこの何代目何代目ってのはね、それほどすごいなとか重々しいな感じる必要は全くありません。自慢じゃありませんけど、西川口に置いてある私の自転車も3代目でございますからうちの師匠と絡んなかったなんかするんですよ、まあ、よく旅行くんですけども、この間まで山形の方行っておりましてね、しゃあないですね、あそこら辺は田舎でございましてね、もうやたらなまりますしね、ほんとまあ田舎だなって感じがしまして、まだ寒かったんですよ、寒いのに流行に合わせようって、ね、田舎の娘は頑張るんですね、マリンルックっていうの着てるんです、雪が残ってんだよまだ、ほらすごいなと思ってね、東京にはたまにセンスがあるからいいけどね、田舎の娘たちはしゃあない、もう何でも着りゃいいと思うんで、この電車の中で出かしたのが体重が83キロぐらいあるそうなね、もうすぐ入幕しそうな感じの女の子でしてね、マリンルック、それもLL ましたら横島だからね、太って見えるんだあれが、号数にすると13号ぐらいだね、あれね、よ鉄人13号って言いたくなったけど、仕事終わってね、あの関係の人がね、銀河さんちょっと飲みに行きましょうって言うから、どこ行くんですか、したらいいとこがあるんですよ、スナックですか、スナックです、行ったらスナックじゃないの、キャバレーみたいなとこでね、これキャバレーじゃないですか、お嫌いですかって言うから、好きです入ったらね、なんかちょうど今日はね、金華さんね、看護婦祭りってのやってるんですよすごい祭りですね、入りましょう入りましょうって入ったら、看護婦祭りなんでもない不調さん祭りみたいな感じでバラーばっかりの嫌気がさしてね、やたらビール飲みやがるしね、こっちの前じゃねえからいいけどもね、もうやたらこうおかわりしやがるしね、もうビール飲みすぎ下っ腹がボーンこんなの、ほんでここら辺までよく来てね、ここら辺までここ見えてんの、ここ下っ腹が、見ろ私の下っ腹という感じでね、ダウンになってます、これがね、いや褒めなきゃいけないからね、顔見たら褒めそうにもないから、いや肌が白くて綺麗ですねって言ったら、いやそんなことないよ、パーッとつまむと汗ぼこがダーッ3本ぐらいこれがつながってましてね、楽譜見てるような感じでねおたまじしか、まあ本当にまあ辛い思いしたんですけども、まあ、東京に帰ってくるとね、だいぶ暑くなってきたんで、サーファーが喜んでましてね、電車の中でよく出かしますね、もうどうしてあいつらうろちょろするのかなと思って、あまり好きじゃないん、もうタバコはさ、サムタイムスって言うんですか、よく吸ってますかって言ったら、いや時々吸ってますってくだらないこと言ってね必ずサムタイムスだよね、なんで憩いとかいうのしゃあねえかね、サーファーあまりサーファーに憩いって合わないからね、もうなんか憩いっつうとね、サーフボード持ってるって感じじゃないからね、どっちかっつうとイカダ作ってますって感じになるから合わないんだけども、まあ車で行くやつはまだいい、許せる、電車の中のでかい板持ってきやがってね、喜んでこうやってかさわってるけど、中にはね元気のねえやつがいるんだ、板が重たすぎて疲れちゃったって顔してね、こうやってもうあんな疲れた顔若者がするんじゃないと言ったことある、これから海へ行くんだって顔してね、乗ってもらいたいと思うんですけども、まあ疲れた顔してましてね、あれだったら私が銭湯行く時の顔の方がよっぽどいいよ、3日ぶりだ今日は嫌なこと嫌なやつらがまたね、うん、今心はアーリータイムスだって言えん、顔見たらオールドパンみたいな顔しました、ね、本当にまあ本当ですよ、で海から上がって飲むバッドワイザー最高だって言うバカ野郎、風呂上がり飲む森永まみの方がよっぽどめんだもん、ね、まあ田舎の話になりますけどもいいもんですよ、友達がいたんで高校の時ね、まあ定員前で入った高校ですけども、松岡で友達がいましてね、入学式の時パッと会ったんですよ、身長が180、体重が86キロ丸坊主でございましてね、反り込みが入って M ってM 星人かなと思って一緒のクラスにならなきゃいいなと思ったら、この野郎が嫌がったの、俺がもう最初の時間が英語の時間でね、中学校の復習から始めようって、バカな学校ですからね、ディスイザーペンってのあったんで、先生が書いて松岡読め、はい、 M がパーッと光るんですThis is a pen バカだなこいつはと思ってね、友達にならないでおこうと思って、中間テストが彼が英語9点、私6点だったすぐ友達になりましてね気質がね、やっぱり九州男ですから、もう一直線なんですね、もう一直線に輪をかけたいんだよ、バーすごいの、朝ね学校で会うでしょ、教室で、松岡おはよう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 、バカだなこいつは松岡元気か、
元気たい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 、こういう挨拶をするんです。よくあの暗い映画かなんかでもってね、あの気の弱い青年がね、君がいけないんだとかなんかやると、パーッと自分の家帰ってきて、あの勉強部屋のところにパタッと座って、この頭をね、机のところにバーンってやってると、部屋のスイッチがパチッと消えてね、上から必ずエコーというのがかかるでしょ。そうだ、君がいけないんだ、君がいけないんだ、君が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 、あれがそのまま人間になったよね。忘れもしませんけどね、高1の秋にね、あの文化祭があった、報道でもって演劇やってたんですよ。で、演劇部にね、吉本君って嫌いな男がいたんです。冷やかしに行こうっつんでね、一番真ん前の席を二人で陣取ってね、じーっとこうやって演劇見せたんだ。こうやって演劇の内容が、あの教室でもって物がなくなってしまった、なくなったものを取った人は他にいるんです。全然関係ない男に向かって吉本が言うんです。君が取ったんじゃないか。この言葉が松岡を刺激させたんです。横でブツブツ言い始めた。取っちゃおらんたい。松岡、お芝居だ、わかるか松岡、お芝居だぞ。君が取ったんじゃないか。パー殴るシーンがあったんです。松岡が殴らんてもよかやろ。松岡、お芝居だ、落ち着け、よく見てみろな、お芝居だぞな。し、君が取ったんじゃないか。パパーン、松岡が横で殴らんてもよかやろ。いや松岡違うんだよって、パッと見たらここにいねえの、あれが。舞台の上上がっていって、吉本の胸ぐらいバーッと掴んでパパーンパーン。一週間の定額になりました。忘れもしません、この野郎とね、あの高2の春にね、あの合宿行ったんですよ、海岸でもって。で、二日目の夜にね、花火大会をやろうじゃないか。松岡、花火やろう、花火。彼は性格が一本木ですから、花火、プシ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 バーン。次はネズミ花火、プシ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 、線香花火、プシ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 、ジュン。面白いからしばらくこうやって見てたの、これやまねえんだこれが。松岡、マッチなくなったから取りに行ってこいって言ったんです。松岡がマッチ取りに行ったの。隣の方でもってね、大学生のカップルが5組ぐらいがね、ビーチボールでキャ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 遊んでたんですよ。松岡、特用マッチずっと持ったきり、それ見て、ええー、のー、若い者は。またマッチがなくなったから取りに行ってこいって言ったの。そうしましたら、さっきの大学生5組のカップルのうち4カップルが遠出して、ワンカップルだけがテントの中に入っちゃった。花火やる時間です。表は暗いんですよ。テントの中が明かりがあるんです。中がシルエットで映し出される。私がそれ見つけましたね、こうやって。こういうの見つけるの早いんですよ、私は。松岡、下見、松岡、松岡したら、松岡、プシッ下見、やっとるぞやっとるぞ、男と女がなんかやっとるぞ。二人でね、砂浜のところをこうやって張っていきましてね、どっかで見たことあんなと思ったら、昔コンバットがこんなことやってた。テントからね、2メートルぐらい距離を置いてね、静かに伏せながら聞いてたんですよ。中でもって、あの女の人の独特な声で、いや、よしやこ、いや、ゲイですよ、これは。いや、このいやという言葉が松岡をします。横でブツブツ言い始めた、これが。いやって言っとるたい。松岡、このいやは本当のいやか嘘のいやかわからない、静かにして聞いてようじゃないか。よし、ダメ。松岡が、やめて。この言葉が完全に松岡を刺激させちゃった。やめてって言っとるたい。いや違うよ松岡って、パッと見たらまたここにいねえの、あれが。もうテントのところでテント思いっきりガバーって持ち上げて。すごいやつだったんですけどもね、野球部に入ってましてね、もうあのなんかあるとね、向こうラサールと一回試合したんですよ。向こうのやつは賢いよ、ラサールだから。一球入魂とかね、英語で書いてたね、なんかここにバッターボックスした時に、松岡お前もなんか書けって言ったら、左腕に左腕って書いてた。修学旅行行ってね、一番最後にお風呂に入ったんですよ。湯船が汚かったのね。ほんでもってね、あの赤とか毛が浮いてるわけよ。で松岡と一緒に入って最後に、体がでかいですからね、物もでかいのかなと思ったら、ちっけんな、これが。袋がやたらでけんの、これが。ノマ、得意技を見せてやろうって酔っ払ってますからね。ノマとか何やるのかなと思ったら、袋をビーッとつまみましてね、湯船に浮いてる赤をこれですくって。ありがとうございました。
親戚でもないのに声までかけてもらいましてありがとうございます。もうたっぷりなんか久しぶりにかけてもらいました。一回ね独演会でね寝たりっていうのがあったんですけど、どうやってやろうかなと思いましたけどもね、本当にありがとうございます。まあたっぷりって言われても限りがありますけどもね、一生懸命やります。手抜きはいたしません、信用してませんね皆さん。政治家じゃないんですからね、私はね嘘はつきませんから。もう、まあ、政治家ダメね今ね、あの野田総理ですか、あのガマガエルみたいな顔した男、あのハワイに行ったあたりからね下痢が続いてるんですよ野田さん。 TPP って言ってですね、あんまり受けなかったですけども、ね、で離党していたあのねブルドッグソースね、ラベルの顔に似てるでしょあれ、ここはちゃんと流すように千葉テレビ大っ嫌いなんです、あの男本当に。あのね去年ねあの震災の直後に僕あの田野畑村って言ったら岩手県のねあの三陸の方の上の方ですよね、宮古からちょっと上の方に行ったとこですよ、行ったんですよね。で地元の方に来ましたかのブルドッグソースはって言ったら、来るわけないじゃないですか、あの海岸沿いはね選挙区じゃないんですよ、あっちの方ですから、あっちの方にも来てないんですよ、放射能怖がってって言ってましたけどもね、もう本当に政治家さん嫌い、もう話し方は本当のことしか言いませんから。でたくさん答えがね人生ありますからいいじゃないですかね、私なんかもうね神さんがちょっとね回線のずれてる女ですから、去年忘年会ベロベロになって帰ってきたから、どこで飲んできたのって言ったら、口いろんな答えがあるから人生楽しい、だからね数学が嫌いなんです、答えが一つしかないでしょう、もう性格的にあれが許せん。高校1年の数学のテスト1年間全部感想文で答えたんです。 X イコールとあると X は数学という分野の中で一体どういうことを求め続けたのであろうか、それはたった一つの答えだけではなかったであろう、 X とは実に不思議なものである。先生赤ペンでパンパン、 X の不思議より自分の不思議を考える。国語の感想文も嫌いでした。いつも試験にあるんですよ、20点満点、作者は一体何が言いたかったんでしょうか、私の答えはいつも一緒、作者でないから分かりません。中学校1年の数学の授業中に質問です、珍しいな、いつも寝てるのが、なんだ 1×0 はいくつですか、今頃何聞いてるんじゃ、小学校2年生の問題、0、0×1 は0、私はないものにいくらかけてもゼロになるのは分かります。15×0は0。15はどこに行ったんですか。あ、15はどこに行ったんですか。嫁に行った。誰と、イコールと。なんで15がいきなり0にならないかのですか。せめて半分の 7.5 にしてもらいたいと。たくさん答えがあった方が人生楽しい。娘が小学校4年生の時に、お父さん、国語の問題で擬音語って出てきたんだけど教えて。お父さんもしばらく京都に行ってないからな。まあ一番代表的な擬音語だったらソードスエーとか。娘は素直に試験でソードスエーを書いた。担任から怒りの電話がかかってきまして、変なことを教えないでくださいと。シャレのわからない先生でした。私が担任だったら花丸をつけてあげます。その後に面白おすえって書くんです。神さんが子供たちに勉強を勉強って言うてたから中に入った。ちょっと待て、冷静になろう、冷静に。俺とお前が作った子供じゃ、知れとるぞ。遺伝の法則がある、 DNA 知ってるか、 DNA 新しい横浜の球団じゃないぞ。頑張れよ中畑さん。個人的にね親しいもんですからね、もう本当にもう4月の25日26日九州のね熊本と鹿児島でねジャイアンツ戦だった、横浜が、ね、熊本が土砂降りで中止になったんです。で長さの携帯電話やりまして、鹿児島で待ってますから、バス移動ですかって、そう3時間半ぐらい着くから待っといてと。バス2台で来ましたよ、ユニフォーム姿で降りてきたから、中畑さんあったら、おーしょ、部屋行こう、部屋で飲むんですか。鹿児島じゃ有名人だから、ここに立ってると大変でしょ、東京では誰も知らないけども。へい、行こう部屋で、部屋行ったら監督の部屋一番いい部屋です、ホテルで広いんですよ、
5分だけシャワー浴びていい、いやもうゆっくりと1時間ぐらい、いやいや5分、目の前でユニフォームをパッ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 脱いでパンツ1枚になったからまさか脱がないだろうなと思ってパンツもスッと取って、さすがはバットマンです。立派なバットをお持ちでしたよ。おいっていうマネージャーの方に、この部屋はお風呂はどこにあるんだって、私の前フルチンでもって2往復しましたよ。裏表のない方ですよあの方、本当にたった5分でシャワー浴びて着替えて行こう天文館に、何食べたいですか、自撮り行きましょう。鹿児島も土砂降りでね、飲み屋ガラガラなんですよ。大将、中橋さん連れてきたんです。また、いや本当中橋さん2階貸し切るからね。うわ本当だっつって、2階で森戸で乾杯っつって、優勝目指して頑張りましょうって言ったら、できるわけないだろこのメンバーで。奇跡だぞお前、何言ってんだよ、監督がそんな気持ちじゃダメでしょ、せめて A クラスを、できるわけないだろお前、俺は2年契約だから、今年はね若いやつを育てんの、来年大手かけるから待ってろっつって、次の日鴨池球場に応援に行ったんですよ。15対3で負けましたよ。できるわけないなと思いました。あれからね、低迷してたねジャイアンツ打線が一気に火がついてね、今日のバーリ勢いできたんですよ。やっぱり中橋さんはジャイアンツの回し者だったなと思いましたけど、素直な方ですよ、頑張れよ中畑さん。ね、あ、 DNA がおかしくなったんです。DNA 遺伝子の法則がある、あ、女房の話ですよ、ついてきなさいよちゃんと、お前が鹿児島女子校だろ、俺がラサールだと、死で取るぞ。あの話飛びますけどもね、私中学校2年の時に、あの鹿児島の中から、ね、大阪に転校したんですよ。マンモス学校でした、10クラスあって500人ですよ。で500人中 いつも成績で1番ってやると松本徹っつってね、知ってるでしょ、知りませんか、教頭先生の一人息子、めちゃくちゃ頭いいんです。中3の時クラスが一緒になったんですよ。で、あの英語のね中道先生って言いましてね、知ってるでしょ、知らないですか、テストのね点数を発表しながら返す嫌な先生なんですよ。もうあのね15歳の思春期の時に、あの女生徒の前でね、こっちはパッパラパーですから、点数発表されるとね、恥ずかしい恥ずかしい、松本徹はいいですよ、松本徹98点しっかり勉強せーっつって、どよめきですよ、98点でしっかり勉強せー、俺たちはどうなるんだと思って。ただこの中道先生もお情けがあるんです、あんまり点数が低いとかわいそうだっつうんで、ね、点数では返さないんですよ、野球選手の背番号で返してくれるんです。女の子あまり野球のこと好きじゃないから分かんないんですよね。もうこっちはもうそろそろ呼ばれそうだと思ったら、もう立ち上がって待機ですよ。顔があったんですよ。野間聡、巨人軍の高田、張って張って張って。で、松本のうちとね、うちが近所なの。で、うちはね、あの、社宅でしたから、風呂がないからね、銭湯通いですよ。やつのうちの前通らないと銭湯行けないんですよ。10時ぐらい洗面器持ってね、うちの前通ると。教頭先生の一人息子です、木造の2階建てのやつの部屋が、机に座って鉛筆持ってる、こういうシルエットが、まだ勉強しとんの松本は。1時間ぐらい入って11時ぐらい、やつのうちの前を取るとね、シルエットはまだこういう状態です。こっちはうち帰ってテレビひねって 11pm ですよ。シャバダバシャバダバシャバダバピーシャバダバシャバダバダー、勝てるもんですかこんなもんが。で一回ね、あの模擬テストが帰ってきた時、我々の時はね、模擬テスト1万人中何番で出るんです。それでもって大体ね志望校を決めるんですよ。こっちは1万人中7000番台の後半、担任の大谷先生から6000番台の前半まで成績上げないと公立は受からんからなっつって、でも受かりましたよ、7000番台の後半で受かるわけですよ、定員割れだったんですから。競争率 0.87、 これで怒ったらどうしようと思ったんです。一回松本をね4人でね羽交い締めにして、おいカバンの中に模擬テスト入ってるから出せっつって、1万人中何番か当てっこするぞ、いつも松本は500人中1番だから、1万を500で割ったらいくつ。それぐらいのレベルですよ。うちの学校はあの成績下の方だから、1万人中5、600番だろ、早く出せったら、ほうっつって、何番っつったら1番。手が緩んだんです、めちゃくちゃ頭良かった。一回期末テスト数学が返ってきた時に、松本見たらね98点ですよ。松本が数学で100点取らない時あんだと思って、どこ間違ったんだろう、見てみたら私と同じところを同じ答えで間違ってるんです。その時思いましたよ、レベル的には変わらねえな。ことによったら俺は1万人中2番かなと思いましたよ。めちゃくちゃ頭良かった。京都大学ストレート、
大学側がね、残れっつったらしいんです。教授になれるからっつって残らなかったらしいんです。去年同窓会大阪行きましたよ。大谷先生に、先生やつ模擬テスト見ましたよ、一番人中一番でしたったら、何言ったの、松本徹はね、中学1年から高校3年まで模擬テストは全部一万人中一番だったらしい。やつ今何の仕事してるんですか。お父さんの影響があったんだろうね。大阪府の教育委員会のお偉いさんになって今橋本にいじめられてるって言ってました。人生様々ですよ皆さん。たくさんの答えがあった方が楽しいんです。だから子供たちには勉強のことを言わないんですよ。女房が漢字知らないじゃない、お父さんに似てやつから、俺を出すな。熱海のことを熱海って呼んだでしょ。伊豆地方、今目地方、赤十字を赤十字って、旗という字が書けないの。いいじゃないか、旗ぐらい書けなくても誰かに迷惑をかけたか。旗迷惑って話あるが、そんな漢字漢字というのは中国人じゃないんだから。じゃあお前に聞いていいか、バラという漢字が書けるか。バラ書けないだろ。俺も書けない。何か生活で困ったことがあるか。ブドウという漢字が書けるか。ブドウ、農協にいる人も書けないぞ。作ってる人が書けんのになんでこっちが書ける。憂鬱という漢字が書けるか。憂鬱、俺あの字を見てるだけで憂鬱になるぞ。俺は自慢じゃないが、いまだに芋という字と竿という字の区別がつかない。お前は竿と芋の区別がつくのか。長い方が竿。半分正解じゃ。で、物事を深く考えない方がね、長生きですから。圧倒的に長生きしてる県がね、沖縄でしょ。ぼーっとしてますから。具志堅用高さんご覧なさい。真面目な番組で具志堅さんの座右の銘はキャッチねー、 1.5 左右の目じゃっつうんです。幸せな人生ですよあの方。沖縄出身者いないでしょうね。で、物事を明るく捉えました皆さん。ね、私なんか明るい考えで53歳には見えない。どう見ても52歳ですよ。自慢をしておりますが、同学年にはノーベル賞をもらった田中浩一さんがいらっしゃるんです。学年が一緒と、学校が違うだけの話です。日本人のものづくりは世界一ですよ。神戸に鈴木さんつってね、知ってるでしょ。海流海の流れでタービン回して電気を作ろうって頑張ってる方いらっしゃるんです。あれが成功するとね、原発いらないんですよ。日本は周りが全部海流だから。あの電気は何で起こるか分かってますか。フレミングの法則です。ほら余計分かんなくなってきたでしょうか。勉強しときなさいよ。習ったでしょう、フレミング。思い出しましょう、フレミング。10代、20代、30代、日本が優秀だったのは人間だけじゃない、動物も頑張った。キリンがビールを作ったんです。ライオンが歯磨きを作りました。あんな小さなカメノコがたわしまで作ったんですよ。近頃ではどうですか、キツネとタヌキが国会まで作ってる。いい国なんです。もう一方、同学年には皇太子様がいらっしゃるんです。学年は一緒、ただ学校が違うだけの話。皇太子様は学習院ですか。私は少年院です。少年院の方が上らしい、国立です。またあそこは入ろうと思ってもなかなか入れない。あそこには筆記試験がないから、あるのは実技だけじゃないですか。この続きはまた明日に。